はよう、はよう、はよ、おはざいます。おはよう。なんかね、なんか久しぶり見た気がする。よし、レモンさん。気のせい。おはようございます。皆さん、おはよう。みんな今日仕事？学校？仕事？今日。おはよう。音出せないけど、おはよう。聞こえないのか、おはよう。朝倉市、福岡の朝倉市、初めて聞いた。風でダウン中、大丈夫なのに配信大丈夫？待って、木のじいさんもじゃん。木のじいさんもナンさんもなんか体調悪そう。大丈夫？仕事の、うわ、偉い、偉いよ、みんな偉いね。おはよう、おはざいます。今日はね、お休みだよ。7日間働いたからね、休みもらって、今日はねちょっと午前中はゆっくりして午後から遊ぶ午後からね遊ぶんだ。寝坊した時の言い訳、寝坊した時の言い訳、寝坊した時は家出る直前にお腹痛くなりすぎちゃってすいませんって言えばいいんじゃない？トイレにこもってましたってラジオ聞くで早起きして、嘘つけ嘘つけ嘘つけ。お疲れ様、ありがとう。うん、今夜、私も家真っ暗。首出るわ、やばい。帰ってきて酒飲んでます。朝からですか？朝酒ですか？私はね、朝にお酒を飲んだことがないんですが、朝にお酒を飲む気持ちっていかがですか？おはよう。うはー、体調ね、この間ちょっとさ悪くなったりした、40度出たりしたから気をつけないとなと思ってます。いつ飲んでも変わりません。七輪くん、お疲れ様、ありがとう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 ダッシュ。いやー、疲れ、ちょっと疲れましたね。うん、ひのじいさん、お疲れ、ありがとう。しみる。元気元気元気。なんかでも荷物がなんか重かった、重いのね。なんかその仕事に持っていく荷物とかが重かったりすると、もうなんか重かった、この土日が割と重かったせいで、なんか腕と肩がもう筋肉痛。お、仕事始める、ファイトファイト。ゴミ出ししたらまたね、あるあるやな。いや、鼻声っていうか多分寝起き声。今日はね、あの、私の地元の大親友がね、地元のもう大親友が来て遊ぶんですよ。マリアさんの、私マリアさんのさ、そのシュープレのなんか見たけど、なんかやる、なんかその出るって聞いた時にふわーってなった。マリアさんって思った。ちょっとすいません、興奮をしてしまってまして。寝起きで可愛い人なんてね、モデルさん以外ありえないんだ思うよ。キノちゃんじゃない、もう何、小学校からの中の子。雪のカレンダー、いらんいらんいらん。いらんてー。懐かしいね。ちょっと
なんか最近さなんていう先輩たち、今までそのなんていうんだろう、グラビアとかをやってこなかったさ、お代理さんしかり多くないですか、なんか見てる感じ。なんかね、グラビア初挑戦みたいなさ、メンバー多くない？夕方から派手に飲むの？派手に飲んじゃうの？すごいね。一パソ、シカジョイがファンクラブ設立するみたいなんで、一パソ女子、どういうこと？どういうこと？おはー、久しぶり。金曜誕生日なんだ。31歳。おめでとう、金曜日。おじいちゃんとか言ったらもうどうするねん。うん。他のもっと上の人たちが。あれやで、私ももう22歳のおばあちゃんやけど。なんでやねん。はい。ありがてえよね。わかる。ありがてえね。元 SKE の絵はがきなさん。あはーはあはあ、ファンクラブファンクラブ私ノリツッコミ死ぬほど思んなくておもろいってしんどい、やめてよおもしろそれな。ね、このね200人ぐらいしか見てないからこそできるやつね。まあ私何人見てよ多分変わんないんですけどおはよう。あ、あきみんぴぴょんちぃさん。ぴょんちぃさんおはよう、ありがとう。ありがとうございます。私なんのこの間、笑い方マジキモいって言われた。なんか、うふーみたいなさ、笑い方しちゃってさ、マジキモいって言われた。本当に、ショック。まあ、よく言われるんですけど。サッカーはね、わからん。サザエしか、サザエさんしかしない。女性オタクは、ブズギグラビアどう見てるのかしら。まあ、男性目線とは違う。私が、なんかまあ、その、自分の先輩とかじゃなくても、グラビアとか見て思うのは、なんかどう思ってるかっていうと、わあ綺麗とか、なんかスタイルいいとかって思うし、なんかおおって思ってり、なんかあの何、自分なんかこういい感じの、いい感じのさ、こう物を持たれていたりとか、なんかこういい感じにね、こう朝から何の話あのいい感じの線がねこう入ったりするとどうやってるんだろうってあの見てますいい感じの、そうのなんかま本当に何もなしで、なんて言うんですかね、本当に何もなしでその線が生まれているのですかに、この世の中の人たちはみたいな、みんなそんなあるんですかみたいな感じで疑いの目で見ちゃうんですよ基本的には。でもそうそうです。でこれ本物みたいな、なんかわかる、世の中のグラビア全部疑っちゃいますなんかこうがどうになんかそういう武器があるのかなみたいな、あの何、そうそれがあれば私も知りたいよって思いながら見てますそうそうそう、 ある世の中にあるのならば知りたいぜみたいな、悲しい気持ちにならない、別になんないなんない。そうあのでね、こうちょっとなんか自分のものとこう見比べてみたりどうするんだろうとか思ってねしてますユッキーのグラビアしないよ、しないしない、私はもう家で一人でねグラビアしてるので大丈夫です
比べていいことない。いやいやいや、なんか比べることによってね、自分自身の成長につながりますから。そうそうそう、5冊少なない？ちょっと少なないですか？そう、なんかさ、そのさ、全然服は着てますよ。あの、何？骨格によってね、同じサイズでも違ったりするんですよ。これはね、男の人びっくりすると思うんですけど。そう、成長したら教えてください。任してください。そう。特典つけてお願い。そう、骨格でね違うのよ。びっくりするよね。そう、だから同じに、同じ大きさのを持ってても、こう大きく見える方とか、え、何もないやんって見える人とかいたりするんです。これが不思議でね。そうなんです。どっちがいいのか分かりませんが、モフモフニットに水着、全然そんな格好してない。マジックだよね、本当だよね。イリュージョンですよ、イリュージョン、イリュージョン。そうそう、見えてるものが全てじゃない。そうなんですよ、そうよ、そうよ。だから何の話してるの、刺激が強いわ。ダメだよそんな話を しダメじゃないからね、別に普通だからね。本当だよね、朝からどうした、なんか誰かがそういう話を吹っかけてくるから、他のみんなが他の話題をさ提供してくれないからこうなるんだよ。みんなのせいで、みんなのせい、本当に。本当にね、まったくだ。ね、おはよう初見さん、おはよう。ノイミーのカップリング良すぎやしませんか。来た、新しい話題、助かる。良すぎた。ももキュン、ももキュンがももキュンじゃないよ。いやでもももキュンだよみたいな。ファーストテイクはね、もうね100回ぐらいは見た方がいい。おはようございます、おはようございます。え、おみるさんもやばいね。あ、またお腹鳴っちゃった私今。お腹、朝だからお腹空いちゃった。まだご飯食べてないんで。最近ね、そうなんだよ、なんかね、エイトの先輩とか、え、あの先輩もするの、あの先輩もするの、また戻っちゃって、もう話題が。だからちょっとさ、なんかびっくりするし、おおおおってなっちゃいますよね。はいはいはい、この辺にしときますか。ももきゅんね、ねえ、うん、おみるさんもやばいし、みんなやばいですよね。この時間にどうしたとなってり、もうその話終わったねん。今日7連勤後に休みやねん。午後から遊びに行くねん。おじさんがおる。ちょっと新しいさ、もうちょっとさ、可愛い話題振ってほしいな。ねえ、可愛い話題振ってくれない？でもそれこそ最近さ、あの何、 SNS にさ、そのグラビアじゃなくてもさ、なんかこうハロウィンとかさ、クリスマスとかでさ、セクシー、ちょっとセクシーなの載せるメンバー増えてますよね、うん、おーって思って拡大してます。またその話に移っちゃった、やめてください。拡大してますとか言っちゃったんだけど。そう、今日はねお休みにしました。広げて、ほんまよ。あ、
ーニャのコスプレ誰だ、ああハロウィンだね、確かに今年は。あ、私もさ、あのそのハロウィンの日さ、普通に平日だからさ、会社があったのね、会社があってさ、でそれでさ会社に向かってるところでめっちゃ目の前から普通になんか、うん、背が高いアーニャ、背が高くてなんか体のごつめなアーニャが歩いてきてびっくりした街中でさ、そうなんかそういたんですよね。朝からなんか刺激的でした。お、お仕事中のご挨拶だけ、頑張ってね、頑張れ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 、寒レベ多めです、自分で言うとるちょっとなんかみんな違う話題ちょうだいください、ちょうだいください、してください。なんでか、なんか知らんけどカホちゃんから結婚して送られてきた。カホちゃんが結婚したい人はな、いちかちゃんやから間違えとるで。絶対私と結婚したい、来ない、いちかちゃんや、会ってない、マジかマジか、ちょっとみんな仕事中じゃけんコメントできんか、まあしゃあないしゃあない、寂しい、私休みなのになんでみんな休みじゃないのみんななんで休みじゃないんだよ。私さ、何時に起きれば用意間に合うかな、10時で間に合うかな、あやつを言う問題児対馬、ビッグベイビー対馬だ、美容師さん、美容師さんって火曜休みとかじゃないの、夜勤なんで暇です、じゃあちょっとお相手してよ、私のお暇じゃないな、私暇ではないんだけど、あ、お会い、おしゃべり相手しよう、おしゃべり相手ビッグベイビーすぎて私はね、おはよう、おはようございます、聞きに徹してた、許さんよ、そんなんさありえませんよ、無線スプスライドですか、スプスライドいつ、床屋、じゃあ9時までする、さようなら、また会える日まで不安と、なんとかを背負って必ず夢を叶えて、なんだっけ、デレレ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 レ、本当の強さ、本当の自分、なんだっけ、本当の愛と本当の優しさ、わからないまま進めないから、自分探すと心に決めた、母の愛、水曜休みだよね、最高最高最高ね、はるかちゃん、そうだよ、私はるかちゃん帰ってきたから歌ったの、そう、君ははにかみショートで、冬のプリズム、粉雪をまとい、光さえも早く、なんだっ
け、歌詞わかんない、歌詞何も言わずに、ウォーウォーウォー、君が好きと感じてる、今日お休みなの、そう今日お休み、今日お休み、やったー、今日しかもその大親友に会えるから、もう何年だってさ、小学校でも1年生の時同じクラスだったらしい、同じ小学校の時ね1年生同じクラスだったらしくて、で2年生はね違う、あれでもねなんかね3年生ぐらいから仲いいかな、となんか家も近くてさ、なんか記憶、私の記憶上3年生ぐらいってことは大親友カレピなわけないやんけ、カレピやったらなんてごまかそうかなでもすごくない、もしさ小学校からの人とさ付き合ってたらさすごくない、ずっと小学校3年生から付き合ってますだったらさすごくない、何年付き合ってることになる、小学校3年生って9歳 ?9 歳から今22だから11年 ?13 年 ?13 年とか、そうなんかね、あの私がさ蒲町の蒲町だから蒲で、その子がもう名字がめっちゃ後ろの子だから、そうでも小1の時って私あんまり記憶なくて、でも多分仲良かったって一緒にいる子がね違ったんだよ、そう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 、ピュアピュアやな、ピュア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 だからゆきなちゃんってばえなんかでも私小学生の時に、あでもあれか、あでもさ同級生でさ中学校の同級生同士で結婚してる人いる、びっくりした、こことここ結婚してんやでって言われて、マジってなって、みたいな、びっくりした、すごいよね、もう結婚してる、なんか大学生の間に聞いた、誰と誰結婚したってよみたいなすごいびっくり、打ち合わせお疲れ様です、働いてください、私もでも地元の子たちあんま分かんないけど、まあでもほら今はさ SNS があるじゃない、 SNS がさあるとなんとなく今誰々が何してるか、まあ、何してるかはあんま分かんないけど、なんか元気にしてるかどうかぐらい分かる、子供いる人はいる、でも私が知る限りで大学4年間で4大卒の人ではまだいないかな、結婚した人も聞いてないな、なんか友達で7年ぐらい付き合ってる人はいるけど、もう早くそろそろ結婚するじゃんとは思ってんだけど、なんかその高校卒業して働いてる子とかはもう結婚して子供いる子とかは全然いるかな、うん、カンチさんが恋愛解禁してるしてる、もうしてるしてる、禁止してないの私、そう、SNS あまり見かけ、みんな投稿しないのかな、かな、私違いますよ、きなちゃんもね失恋したり、してます切な、うわ切ないねそれ、名字がもともとだった時で、その女の子を狙っていると、なるほど、頑張ってください、頑張ってください、ミキナクリスマスは
クリスマスはね、何にしよう。クリスマスさ、何するか決めてないんだよね。ユッキーナに会いたい。平日のライブ行くとき。平日、いつ行くかというと、でもさ、私さ、その、全然さ、言うのはいいんですけど、なんせさ、会社終わりで行くから、あの、会社の状、何？もう、一日働いて疲れた顔で薄メイクで、みたいな状態なのよ。コンビニケーキ、冷めたチキン、完璧ではないけど、すっぱ抜かれる。誰も狙ってないしね、もはや発覚したらみんなからさ、お祝いパーティー開いていただきたいわ、私は。そう、ビジネスメイク。そう、難問の解散ライブね。あ、超、そうだ、今日、まだ、あれですね。そう、まだ言えない、まだ情報出てないもんね。言えないわ。今日、今朝からね、あの、難問Pと、あの、何？ LINE で会話したんですけど、そう。その話してました。お祝いケーキ用意してくれる？お花送ってくれる？マジ？助かる。みんなあの、何？カラオケとかさ、なんかホテルとかでさ、なんか飾り付けしてさ、ユッキーナおめでとうってやってほしい。なんかあとね、もうね、あの、私さ、勝手にほら、まださ、情報解禁してない情報をさ、言えないじゃないですか。してたりする。今一個ね、もう猛烈にね、言いたいのがあるから、早く情報解禁してほしい。私が行くよーみたいな。ユッキーナのチェキ会もあるかな。ユッキーナのチェキ会はないよ。ない。じゃあもう難問のPにね、もう個人、もう勝手にやってくださいって言うしかないね。難問PかエミニーのPか。エミニーさんのPかね。翔太さん、結婚してありがたや。ありがたや、ありがたや。18期生年齢制限なのよ。かまちぎや瀬田さん、やるの？やるの。あれ、ミーナちゃんのもしかして、生誕行くのかね。ミーナちゃんにね、もう目がハートのでね、ほの字だったからね。おはよう。膝かゆいです。頑張ってください。やるの？本当にやるの？なんかさ、それこそさ、アイドルの応募制限とかがさ、自分にはまらなくなってくるとさ、なんか、なんていうん、なんか切なくなるよね。うん。岡山枠ね、だっていなくなっちゃうもんね、かおりさんがね、卒業されちゃうから寂しい。あ、札幌ドーム埋めるか。埋めちゃおう。みんなで北海道旅行だ。おはようね。ちょっとってかめっちゃ寂しい。はあ、ユッキーナ無理よ。ユッキーナ可愛さもうないんよ。ユッキーナ、なんかもうだってさ、だってユッキーナ可愛さったら落ちる根拠があるのよ。あのね、そう、もうね、可愛さったら確実に落ちる、本当に。
もうこれはね、れっきとした証拠があるから、もうしょうがない。助かる。いや、だってな、私がアイドルやってた時に、なんか、はじめまして、みたいな。はじめましてとかでさ、来てくれたりとか、なんか、僕は何々きっかけでユッキーナ好きになりましたってさ、言ってくれたりするじゃない。それの時にさ、ツイッター見て可愛いなと思って来ましたって言われたことないのよ。とかなんか、ライブ見て可愛い、まあライブ出れてないからあれなんですけど、コロナでなかったからね。なくて、なんか、配信で、なんか、話、なんか配信、で、なんか話とかなんか声とかなんか顔のこと言われたっけって思います。決心のきっかけは、それでは聞いてください、ちぐはぐ。ちちちちちちちぐはぐ。つちゃつつちゃつつつちゃつつちゃつつつちゃつつちゃつつつつつつちゃつつ。ねえ、17期生みんな可愛い。そう、でもなんかさ、だからその顔きっかけがいない割にさ、なんかあのエゴサとかしてるとさ、なんか私みゆこおみはなんか坂道な顔だみたいな書いてあったりとかしてさ、いやいやどっちやねーみたいな、そんなわけないんだけどさ、ずっとちゃでいい。ピークが引退後。最初ひどいよ。私今でも自分の写真見て爆笑してる。よくこれでオーディション受けて、これでよく受かったねって。重かったね。重かったよ。今なんて前髪薄すぎて困るぐらい薄。あ、前髪今日切りたいんです、ね、みんな私にさ、前髪切るの忘れないように言っといてください。前髪今長いから。あれ今何時？9時過ぎちゃった。喋りすぎだ。え、今はね、ロングを頑張ってる。今言われても覚えられない。ドボンで当たる、本当だよね。ドボンで当たると別人だしさ、しかもさ、あのショールームのさ、何あの何トップ画みたいなのあるじゃない、この配信やってる人のなんか髪のあれとさ、あれ撮った後のさ顔がさ違いすぎてさ、誰みたいな。写真と違うじゃんって言われた。詐欺だ、詐欺、逆詐欺。あれはひどすぎる、あの写真は。もう私あの写真撮った時泣いてたもん。泣きながら撮った写真。ありゃひでえです。うん、膝に、あ、そんなこともあったね。新幹線の階段で落ちたりとかね。うん、ね、悪意があるとしか思えない。私も思うさ。本当だよ、マジで。よいしょ。ありがとう、かわいいとか言ってくれて幸せだ。助かる。ミヤヒーさん結婚した、ありがとう。ありがとう。助かる。イノジーさんかわいい、ありがとう。助かる。助かるとは。ハッシュタグ助かるとは。これはなんか、香箱ガニってあるらしい。です。朝ごはんじゃないよ。
おはよう。美味しかったです。かっちゃんさん似合う、助かる、ありがとう。助かったわ、救われた。美味しかった、美味しかった。いくらなんだろうこれいくらなんだろう。あとね、あんまね映えた撮り方をしてないんだ私は。まあ、映えた撮り方をしてないんですけど、見てください、刺し盛りです。刺し盛り、美味しかった、新鮮で。ねえ、まあ、あの出張でね、出張行ったらこう美味し、出張のね楽しみといえば美味しいものを食べるぐらいですね。ね、してる配信許せん。じゃあ何にしよう。何がいいかな。何にする、何にしよう。何がいいかな。ないな、いい写真が。あ、これでどう、これでどう、これはね、どう。牡蠣食べてない。おはようございます。そう、これはね、みんな大好き、アニッキーナが、私が、アニッキーナが、のね、アニッキーナはとにかく柔らかいのが多いからね、異常なぐらい煮込むんですけど。ゆういちろうさん、いいね、ありがとう。ありがとうございます。元気？あの、アニッキーナが、私が40度の余熱を出した時に作ってくれました。お兄たまが、お兄ちゃま、そうで、お兄ちゃんは肉入れるの忘れて野菜シチューになったそう、これは、あ、そうか、私が作ったことにすればよかったんか、間違えたな、間違えたわ やらかしました。攻撃的なサイズしてる確かにまあでもなんか緑が主張してて、ほら、かわいい。さあ、線間違え、40度の月、不明不明、原因不明だよ。あとは何だろう、何がいいかな。これは、これさ、このさ、そう、マーメイ、え、このね、右上のやつさ、私にめっちゃ似てんのよ。この右上で、このフグみたいなやつがさ、もうマジで私にそっくりすぎてびっくりして、
なんかマーメイドラグーン行ったら、えっと待って、うちがおると思って、マジで私よくこの顔するんですけど本当に似てんの。だからちょっとその顔で撮ってました写真。ねえ私似てないとか言ってさ、でも全部同じ顔なんですけど、だから全部に似てる、これマジで私そっくり。マジで似てんのこれ、びっくりだよ。で比較画像ちょっと出せない出せない。なんかいつもうちあのより目ビョーンってして、より目ビョーンとかしてやってたりするから、そうマジで、えなんかこれ自分に似てると思って再現したら超似てた。買い取るのでいくら、いくらにする、いくらで買い取ってくれますか。そうだって買い取ってくれるらしいけん、お小遣い稼ぎしないと。嘘嘘ぴょん嘘ぴょん嘘ぴょん。あとはなんだろうね、なんかいい写真ないかな。私の歯型はちょっと刺激が強すぎるからな。よいしょ。やっぱこれが可愛いねん。匂わせなの。私よくこの目の写真撮ってるやん。カリンリンポーズ。懐かしすぎる。俺がと、ううう言っちゃダメって言ったじゃんか。はあ。瞳拡大すると男が映ってるじゃないかってことですかね。みんなが言いたいことはそういうことでしょうか。何がいいかしら。いい山ですね。ですよね。ありがとうございます。どこの森、奥多摩。写真ね、写真がないね。なんだろう、何がいいかな。奥多摩でいいよ、でいいよ、でいいよ。ケンさん結婚してありがとう。奥多摩初めて行きました。ひつまぶし、暇つぶし、そう。名古屋出張の時か、正解。ピンポンピンポン、ポンピンポンピンピン、ピンポン。神出鬼没の大泥棒、はあ、世界一海なちまなごまいくかたてに今日は
誰一人止められない、ピカピカのダイヤモンド、そんなものに興味はないの、欲しいものは一つだけ、あなたのその心、Oh yeah、 笑顔と歌声で世界を照らし出せ、行くぜ、Let's go。 重い。あ、じゃあ居酒屋の写真見せてあげよう。ちょっと待ってね、ここどこだろう。ね、居酒屋の写真、待って、聞いた、居酒屋の写真、居酒屋の写真、居酒屋どこ、じゃんじゃんじゃん、これなんか韓国居酒屋みたいな、これは愛知の自然屋ナムルってお店でした、確か。自然屋ナムル、そう、海鮮ユッケ、ユッケだよ。自然屋鍋ちゃん、そう、自然屋鍋、それかも、海苔大好き、私。飲み物何飲んだっけ、何飲んだっけな、え、いくらだった、でもこれはあの何、オタク、オタク時代のオタ友と行ったので、そう、オタ友と行って、オタ友と行った、なんだろうこれ、忘れた、何飲んだか。そうそう、前言ってた、そうそうそう、山田七海さんファン、山田七海さんファン同士で行ったって感じ。本日休業日だそうで、そうなんだ美味しかったのでぜひ行ってみてください。若者がいっぱいいました、若い女の子ばっかり。あとはね、あとは何があるかな、あ、これいいじゃん、そう、かまちさんギリまだ若い女の子だ、ギリ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 で、あ、歌っちゃった、へへいつも生きていたいから、ギリギリさよならが言えないよえ、これめっちゃめっちゃ美味しかった、ハンバーグ、なんかしかもハンバーグが肉肉しい、肉肉しいハンバーグで、ありがとうございます今日はそう、お休みの日です、ああ
ジャニーズなんか有名な曲はさ歌えるぜ。うちハンバーグ、上はチーズ、チーズ、これチーズやねん。チーズと卵が乗ってた。右にパンがおる。そう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 やねん。ファン増えた。ほんま、ほんまや。え、雨降ってる。マジ、ちょっと雨。あとなんだろう、最近そう、私は美味しい、もうご飯にね、ご飯で命かけてる。そんなことないけど。あとはやきにく。これも愛知の焼肉。レバ刺しさ、ここのレバ刺し、レバーあんま得意じゃないけど、レバ刺しめっちゃ美味しかった。ここのレバ刺し超美味しかったです。私はタンが大好き。そう、あとはなんかさ、こんな一気にしてたらうち毎日なんか美味しいご飯食べてるみたいじゃない。なんかそんなことたまにですからね。たまにたまにたまにしか食べてないですから。そんなお金ないんでね。あとなんだろう、あとはあとはあとはそうだな、拡大されすぎた。これ俺流塩ラーメン、これ俺流塩ラーメンです。私俺流塩ラーメンにハマってしまいまして俺流塩ラーメンってさ、なんか 梅とかいっぱいあるじゃん。梅なんかめっちゃ使い放題じゃん。最高じゃんと思って大好きです。マジおすすめされたばっか。おすすめで、なんかねトッピングみたいなのがいっぱいあんの。なんか、席のところに。そう、おすすめ。あとは何ですかね。だから結局インスタ投稿全部し、全然してない私。あとは何だろう、何だろう、何がいいかな。クビだよ。あとはね、アイスとジェラートとか、なんだろう、牛タンとか、広島焼きとか、だし巻き卵とか。あ、これ
西テラショールームは最高。めっちゃ美味しかったこれ。お蕎麦めっちゃ美味しかった。何蕎麦？何蕎麦？知らん知らん、全くわからん。でもめっちゃ美味しかった。なんかそれこそ私、そのこれ広島で食べたんですよね。で広島で食べたんですけど、私広島に新幹線で行ったんですけど、私そのなんか時期三半規管が死ぬほど弱くて、なんかタクシーとかでもすぐ気持ち悪ってなるし、広島も新幹線でなんか気持ち悪くなりすぎちゃって、なんかずっと体調なんか微妙に悪かったんですよ。三半規管悪くなったせいで。でなんか体に優しいものを食べに行こうって先輩が言ってくれて、そば食べました。な感じです。最近の私、お好み焼きね。天ぷらは野菜だから。広島って新幹線で飛行機、でもでもね、あの広島新空港からえ何広島駅までが割と時間かかるからってなったら、で空港とかさ1時間前ぐらいに着いとかなきゃいけなかったりするじゃんってなるとみたいなとこあるよね。そう、でもなんだろう、それこそ電波をつないどきたいかつないどかなくていいかみたいな。そう、新幹線マジで長かった。だってさ、岡山にさ帰るよりさらに長いんだよ。やばくないですか和歌山でさマジで遠いのに。ね、じゃあそろそろね、そろそろね寝たいと思います。じゃあランキングを読みます。 OK いきます。13位、木戸じいさんありがとうございます。12位、つっちさんありがとうございます。11位、くぼすんさんありがとうございます。10位、みわさんありがとうございます。9位、あきぴぴぴょんちさんありがとうございます。8位、おうさんありがとうございます。7位、福田さん、ありがとうございます。6位、チュンチュンさん、あと、おちよし、ありがとうございます。5位、ゆういちろうさん、ありがとうございます。4位、キャスターさん、ありがとうございます。3位、和田さん、ありがとうございます。2位、ロリザさん、ありがとうございます。1位、翔太さん、ありがとうございます。ということでね、私、あともうちょっと寝ます。おやすみなさい。バイバイ、またね。バイバイ。